なんか来た。メス！メス！え？ああ、違う。まあまあいいや。セーブしよう。いいね。いいね。なんか、ワイルド系のお嬢さんだね。うん。ワイルド系お嬢さんだね、俺ね。ビリンがおしとやか系で、この子は多分ワイルド、ちょっとなんだこの、なんかこのトゥルッとしたやつ。お前の頭か、これ。ここは何なの？暖かい光が溢れる素晴らしい場所じゃない。あなた随分と冷めた目ね。いいえ、冷めすぎて逆に熱を持った目だわ。分かってるわよ。今更新顔を飼ってそう思ってるんでしょ？だってそう顔に、いいえ、全身に書き殴ってあると言っていいくらいだわ。ここには建物もあるし人もいる、光もあってとっても素敵な場所に見えるけど、住んでいる人たちは随分ビリビリしているみたいね。ピリピリか。でも私はもう歩き疲れてヘトヘトよ。私も今日からここに住ませてもらうわ。ええー、よチェリコ。何の取り柄もないけど空気だけは読める女よ。よろしくね。そこ大切。うん、それ一番重要なとこだわ。うん、空気読めりゃ問題ないわ。チェリコだって、チェリコ。てか修理しよう。まずはちょっと修理だ。あー、もうぶち壊、もうぶち壊じゃん、ここ。やっぱ石とかじゃないとダメなんだろうね。あれ、まだなんか足りない。あー、できたできた。よし、ショーターがなんかいいだけだね。どうした、ショーター。エデコさん、よく魔物たちを追い払ってくれました。これは素晴らしい。あの、新しい旅の扉。あ、そうそう、緑ね。緑手に入れた。ロッシーさんから聞きました。やはりメルキドを滅ぼしたのはゴーレムだと。ということは間違いありません。このメルキドを支配する魔物こそ、かつてのこの地の守り神、ゴーレムでしょう。あ、エデコさん、ようやくです。ようやく、ルローの旅人だった私が、皆さんのお役に立てる時が来たようです。ん？以前、旅の途中である発明家に会い、魔法の玉なるものを、ものの製法を聞いたのです。この魔法の玉があれば、来たるべきゴーレムとの戦いにも役立つでしょう。あなたにその製法を教えます。作り方をひらめいたら、形にしてみせてください。はい。魔法の玉。うん、なんか爆弾に見えるけど、爆弾じゃないの？大爆発。あ、やっぱ爆弾じゃない、爆弾じゃねえかこれ。全然魔法でもなんでもねえわ、ただの爆弾だ。それってことは、緑色の世界に行ってその爆弾の作り方を、教わってこいよっていうことだね。緑色のやつどこだ、これか。よし、セッ。ずれた、ずれちゃった。あ、来た来た来た。あ、なんか服装が可愛くなっている、服装が可愛くなっている。おとぎ話聞いてた町ってもっと夢あふれたところかと思ってたけど、なんだか物騒な壁に囲まれて、物騒というか、殺伐としているというか。ところで、あなたはあの可愛らしい子とどういう関係なのかしら？二人きりで一つのお部屋で一夜を明かしたような特別な関係なの。え、ビリンのこと？隠さなくても、私は大人の女だもの。あ、ベッド作ってあげなきゃ。うん。忘れてた。わらのベッド。で、これ壊す、えい、あ、え、解除、
個室を解除してあげることにより、ここで寝てくれることを祈ろう。うん、頼む。チェリコ、あー寝てるね。オッケーオッケーオッケー、オッケーし。で、看板は立てといていいよね、これ。女子部屋ってことで。個室ではないけど。あ、やばい、やばい、やばい、しまった。出て行っちゃった。あぶね。入ってきていいよ。入ってきて、入ってきて。危ない。お、なんだ今、会心の一撃の音がした。ビリン大丈夫、任せろ。よし、チェリコ、チェリコは、チェリコはこっちだ。チェリコこっちやで。チェリコこっちに来なさい。出ての、チェリコがそこに寝て、あ、オッケー、いいよ。で、ここ、もう一個ここに、こうしようか、うん、よし。汚ね、汚ね。よし、じゃあ一回ここでね、セーブして、区切ります。次はあの緑色の、ここね、これ旅人の、緑色の旅人の扉のところに行ってみましょう、次パートで。はい、では、ご視聴ありがとうございました。おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも、エッジボンクです。今日もね、ドラゴンクエストビルダーズ続きからやっていきます。よろしくお願いします。前回は確か緑色のこの、これだよね、緑色の旅の扉を手に入れて、で次そこ行こう言って終わってたね。行きますか。はい。でね、椅子がまた壊れたんよね。椅子が緑でしょ、これ。緑の空っぽか。なんでそっちに。なんで。嫌がらせ。で、そうそう、椅子が壊れてよ、また。あ、やばい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 、なん、なん、爆岩じゃん、爆岩。あ、やばい。蹴る。あ、やばいやな、これやばいやつだ。何してんの、何してんの。やった、なんかいっぱい取れる。イエーイ、やった、砂いっぱい取れる。うわーい。爆岩やばいな、危ないな、あいつ要注意だわ、ほんと。爆発させるか、ちょっとこいつ。痛い、ゴリ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 。よし、ん、上質な毛皮、鋼の鎧。ちょ、こいつ爆発させてさ、爆発させそう、痛い、
うん、これは違う。ちょ、こっち来い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 。よし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 、ここら辺で爆発してくれ。ここら辺で。これは違う。あ、来た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 。危ない、ここ危ない。あれ？あれ？あれ？砂しか取れないの？なんか良さげな鉱石がある。取れない。取れない。まだ。もう一個上のハンマーじゃないと取れんのかな。まあいいか、進もうか。で、そう、椅子が壊れまして、ずっと、最近ソファーに座ってたんだけど、ちょソファーの位置変えて、で、ずっとね、足置きみたいなやつに座ってたの。足置き。じゃあね、足置きってさ、だから座るような設定で作られてないからさ、支えが1本しかないわけで、まあなんかグラグラするなとは思ってたんだけど、案の定思いっきり折れちゃってさ、まあ、こけたよね。普通にうなちゃんまんみたいになっちゃって、うなちゃんまんみたいにこけちゃってよ。で、今はね、だからね、地べたに座ってんよね。地べた、何ここ。お、なんか続いてるよ。何ここ、これ取れないんだよな。これ取れるかな。あ、これはいける。赤いやつは取れる。赤い宝石取っとこう。うん、なんだここ。石炭じゃない。ちょっとした洞窟か、ここは。ちょっとした洞窟だな。特に何かあるってわけではない。鉱石採掘用に置いてくれてんのかな？って言ってる間にもう日が暮れてるし。言ってる間に日が暮れた。これなんか言ってたよね。そういや、ここに行ってなんかしろって言ってなかったっけ。全然覚えてねえや。こう落ちる。暗いなぁ。ちょっと朝になるの待つわ。ちょっと朝になるの待とう。シナリオボス的なね。うん、ほんと
いつまで一緒やってんだよって話じゃない起きてるし、こいつ。むしむし、無視しよう。そろそろさ、そろそろこそうよ、さすがに。もうちゃん、もう痛くてきてるし。やるか。よっしゃ。あ、いけいけ、簡単だ。よし。よし。開けた。夜明けぜよ。マップ。合ってそう。やっぱ防犯マン作ってくるべきだったな。防犯マンあればあれ壊せたろうね、これ。この白と黒のやつ。でもなんか使うだろうし。爆弾がいっぱい。これさ、これさ、思ったんだけどさ、これさ、これ爆発はあれだ、連動するな、やっぱり。何このうんこみたいなの、ひしょい。マジ？これ行き止まりじゃね？嘘だろ？こっち？嘘？こっち説ある？ダッシャン！安全に。ご安全に。日が暮れる前にとっとと行こう。ここ暗くなった。マジでわけわかんなくなる。あ、上登れそうじゃない？ここちょっと登ってみるか。あ、登っちゃった。うん、こっちの方が安全だ。落ちる。マップ見よう、マップ。足がしびれる。ちょっと地べたに座ってるからさ、なんもないじゃねえかこっち。っていうか、あれさ、どういうこと？どういうこと？最初のとこじゃねえか、これ。最初のとこですよね。なんかありそう。キメラ。なんだここは。なんか あっちのさ、大陸はなんか見覚えがあるんだよな。あれさ、あれが拠点かな。拠点の方の大陸かな、あれ。いまいちその全体マップってのがつかみにくいよね。とりあえず一回帰るか。一回帰ろう。ジャンプ。一回戻ってちゃんと話聞こう、何したらいいか分かんない何をすべきなのかがちょっと分からないや。ただいま帰りました。あ、そうそうそう、そうだそうだ、爆弾の作り方だ。思い出した思い出した。ってことは爆弾岩のさ、あれでさ、作れんじゃね？うん、
魔法の玉の、作成は、順調ですか。魔法の玉の素材となる爆弾石は、緑の扉の先にいる魔物爆弾岩を倒すことで手に入れることができるはずです。さあ来たるゴーレム、もうちょっとメガネかけるわ、ちょメガネかけるわ、ちょっと文字が読みにくい、文字が。ってことは制作台で作れんじゃ、あー来た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 、爆弾石がもうちょっといる。はあ、なるほど、もうちょい倒してこいってことね。鉄のインゴット作る。ウォーハンマーが欲しい。ウォーハンマー、サソリの角、ちょっとサソリぶっ倒してくるか。うん、ちょサソリ、ちょっとサソリからかってから爆弾は倒しに行こう。そうしよう。